東京市電機局1系電車は1903年に登場した東京市電機局の路面電車車両。1903年にそれまでの東京馬車鉄道が電化され、東京電車鉄道となった際に導入され、翌1904年にかけて日本車両製造、東京馬車車体、名古屋車体で250両が製造された。路面電車用としては東京で最初の電車で、 全長約7.6メートル、ダブルルーフに、吹きさらしのオープンデッキを持つ木造四輪単車という、当時の典型的なスタイルの車両であった。定員は40人で、客室側面の窓は8個のものと10個のものが、存在した。台車は製造当初は、テックハム B8 で、これは、後年ブリル 21E に取り替えられた。伝送品はすべてゼネラルエレクトリック車で、電動機は、 出力1 8 6キロワットのものを2機搭載。終電装置はトロリーポールで、製造当初は架空伏線式のため終電用と帰線用の2本が、車体中央部の屋根上に設置されていた。東京電車鉄道は1906年に、東京市外鉄道、東京電気鉄道と合併し、東京鉄道が発足した。それに伴い車両番号が整理され、一型は、 全車が原番号を引き継ぎ1911年の市営化後もそのままとされた。しかしほぼ同じ外観と仕様の車両が700両以上在籍するため、市電機局は番号のほか、形式ごとに通称で区別することにし、1型は4輪のよ、と東京電車鉄道のとからよと型となった。木造ゆえに老朽化が早く1914年には、 車体更新が始められ、車体更新車は、対象3年の差から、ヨさ型と称された。1917年以降の車体更新では、腰板のみで吹きさらしだったデッキに、全面窓が取り付けられることになり、ベスチビュールのへ、対象6年の路から、ヨヘロ型と称され、206両がヨヘロ型に、更新された。またよさ型も、全面窓が追加された車両は、 ヨヘサ型として区別され、この他にも市営化直後に試験的に、客室天井を紙張りとしたヨトハ型も存在した。なおヨサ型への更新は251系、ヨヘロ型への更新は251型と821型でも行われたが、更新に伴う改版などはなく、同じ車両に対し番号に基づく形式と形態に、基づく形式の2つの形式名が存在する。 状態となった。大正時代に入ると、東京市電は、慢性的な混雑に見舞われ、輸送力が小さく老朽化の進んでいた四輪、単車群は、ボギー車と代替形式である400系の増備により、淘汰が始まった。一型も1922年までに、横浜市電や、函館水電、さらに海を越え、京城市電などへ44両が譲渡され、 置き換えや譲都以外にも関東大震災や車庫火災などで177両を消失した。関東大震災後の1925年、市電機局は、欠番の多くなった車両番号の整理を実施し、1一2 5 1五7 5 0百8 2 1系の残存車のうちヨヘロ型103両が2台目、1系、それ以外が700型に改版された。 しかし700型への改版予定車は、改版が実施されないまま、大正末期までに全車廃車、二代目一型も1932年から1934年にかけて全車廃車された。このほか青山車庫にヨヘロ型と同型の車体を持つカットモデル教材が存在したが、1945年5月の東京空襲で消失した。 箱館市電イ4号2代目1型は1934年までに廃車されたが、同年の箱館大火で多くの車両を失った。箱館水電に45両が譲渡され、同社の200型となった。そのうち4両が1937年に、ささら電車灰、形灰3号から6号に改造された。このうち、灰4号と灰5号が初代1型で、 廃5号は2003年に廃車されたが、廃4号は現在も車席を持ち、出動機会こそ減っているが、現在も使用されている。2011年には、江戸東京博物館で模様された、都営交通100周年記念特別展、東京の交通100年博都電、バス、地下鉄の今、昔に、現存する最古の都電所属車両として展示された。ありがとうございます。